目指せ全国制覇。本日は札幌編の続きです。それではどうぞ。観光地として人気の高い北海道、その人気は凄まじく、都道府県魅力度ランキングでは堂々第1位、今回で14年連続の1位、不動の王者なのだ。しかも市区町村の魅力度ランキングでは札幌は堂々の1位。ちなみに札幌は2年連続、今回で8度目の1位獲得と、とにかく魅力であふれているのだ。そんな北海道だが、大きすぎてチートだという意見も出ている。なんと15の都道府県がすっぽりはまってしまう大きさ。こんな大きさに対抗できる都道府県があるわけないのだ。北海道一周の距離は 3000km。 車で車中泊をしながらゆっくりと一周した場合1ヶ月もかかる。それもそのはず、北海道一周の距離はなんと日本列島の長さと同じなのだ。北海道といえばやっぱり雪。札幌で毎年行われている有名な祭り、札幌雪祭り。最近地球温暖化のせいで起こっているのが雪足りないんじゃないか問題。お風呂も入れたので寝ます。おやすみ。これを解決するために毎年自衛隊の方が頑張ってどっかから雪を運んできてくれるのだ。もはや北海道でやる意味すら疑ってしまう。おはようございます。あ、起きたくないよ。今日は札幌市内を散策します。しかも住民によると、雪祭りの醍醐味は雪像の解体であると語っている。そんな雪が多く降る北海道、あるあるをいくつか紹介しよう。雪が降る日に傘をさす人は負け。2つ目、こたつに入ったことない人がほとんど。メイクしました。ということで、今私の後ろに見えるこれがレコードが聴けるらしいので、試しにちょっと使ってみます。こんなレコードがあった。うわすごい、初めて見る。おお、ここに入れて、なんかイメージ、これが、あ、回り出しました。これがスピーカーなんですけど、なんか鳴り出しました。なんか優雅です。ほら回ってます。あ、こうやって曲変えるってこと、場所によって。レコードを朝から聞いていたら、なんだか急に腹が減った。朝食にはやっぱ北海道といえば海鮮でしょうということで、海鮮丼を食べに市場に行きたいと思います。とりあえずテレビ塔にご挨拶してと。がっつり雨降ってます。明治初期からある札幌二条市場、15店舗ほどの店が立ち並び、その日仕入れた生きのいい魚介が並んでいる。こっちか。新鮮な魚が食える店がいいなあ。あった、ここだ。まさに求めていた店だ。これは期待大。いただきます。でかっ。まずはサーモンと、うまい。これは飯で追っかけたくなるでしょう。次はホタテ。こりゃ驚いた。甘い、濃厚、プリプリ、うまい。
イクラたっぷり。このプチプチした食感がたまらんな。ご飯との相性がウルトラストロング。鮮やかなオレンジ色。奇跡の親子共演。うまい、うますぎる。ほっとする。口の中がイクラ祭り。カーニバルだ。ついさっきまで海で泳いでたかのような新鮮さ。よし、一気に駆け込むぞ。イクラ、サーモン、ホタテ、ご飯との相性バッチグー。北海道海鮮オールスターズと過ごす朝、最高にエキサイティング。ごちそうさまでした。君が涙の時には僕はポプラの枝になる。ちょっと違いすぎて。ということで札幌市内を散策してみます。まず訪れたのが札幌時計台。ここは日本三大がっかり観光名所として知られています。なぜがっかりかというと、思ったより小さくて果てさがない、ビルに囲まれて用途がないなど散々な言われよう。思ったよりちっちゃいけど中入ってみます。時計台を見た瞬間、え、ここみたいな雰囲気になってしまうそうです。実際にアンズも行ってしまっていました。特に最近がっかり度が増したらしい。時計台の後ろに建設されたビルが時計台に移り込むという事件が発生中。君が涙の時には。でも開拓時代明治14年から現存している貴重な建物らしいです。このクラークさんの銅像は200万円もするそうです。内カメで動画を撮影していたら、クラークさんと写真を撮りたいと勘違いされ、観光客の方が写真を撮ってくれました。しかもポーズまで指定です。感謝を伝えつつ次に向かうのは札幌テレビ塔。最大の魅力は展望台から望む素晴らしい札幌市内の景色です。ここに何てポップなビルにか、ここが一番映えてるじゃん。地上約 90m から札幌の街を一望できます。雨ですが登ってみます。いつまでも、ここが夏よさこい祭りとか冬札幌雪まつりやってるとか、大久保山ちゃんが来る。これ見える、これ札幌出身のアーティストといえば中島みゆきさん。胸を打つ歌声、音楽性、歌詞などあらゆる要素が優れており、天才とも呼ばれています。中島みゆきさんの一番のヒット曲でもある空と君の間には146万枚売り上げるミリオンヒット曲、同情するなら金をくれのフレーズで社会現象的に大ヒットしたテレビドラマ君の歌の主題歌にも起用されました。ドラマに合わせ作られた曲で、登場人物の飼い犬の目線で書かれた歌詞がポイント。まさかの犬目線の曲らしいです。これやってみようかな。ということで、雨で撮れ高もないので昔ながらのプリクラを500円かけて撮ってみます。背景は2枚しか選べませんでした。通常プリクラは6枚ぐらい選べるんですけどね。とりあえずピース。次はマスクを外して撮ってみます。ここで衝撃、プリクラのくせに全く漏れません。なんか唇の血色がなくなってめちゃくちゃブサイクに映ってしまいました。あっという間に撮影は終了して、次は落書きタイムです。古いプリクラあるあるでタッチペンが反応しません。
プリクラのくせに制限時間が1分と早すぎます。とりあえず終了しました。プリクラが出てくるのを待ちます。来ました。じゃん、後日オークションに出したいと思います。バイバーイ。果てしない大空と広い大地のその中で、はい、ということで雨も止んだので外にやってきました。今は暖かいんですけど、夜になったら寒くなったりすると思うので、今日はじゃじゃん、このブランケットを使います。ヒルっていうところのブランケットなんですけど、素材がツルツルしてて着た時はひんやりします。しかも耐久性がすごいらしくて、ハサミで切っても切れないっていう素材らしいです。チョキチョキしてみます。すごい、めっちゃ強い。切れてない。こんな感じでハサミでも切れないし、シルクみたいな肌触りです。すごいのが人の体温に合わせて変化させることができるらしくて、暑くても寒くても使えるブランケットです。羽織ってすぐはひんやりしてたんですけど、日陰になったりすると暖かくなったりとか、暑い時も不快な感じはなくてとてもいい感じです。キャンプとか車中泊でも大活躍しそうで、軽いし、もし汚れちゃっても洗濯機で水で洗えるのでお手入れも楽ちんです。メーカーより10年間の保証があるので長持ちしてサステナブルです。すごい耐久性だからペット飼ってる人とかもよくて、あの私の犬をで世界で5000万円以上も売り上げてるヒルのスリープブランケットが日本初上陸したみたいです。今回これを提供いただいたのでこんな感じで紹介してみました。じゃじゃーん、今日座ってるこの椅子はキングキャンプっていうメーカーの椅子で、サイドに保冷機能もついた物入れもついてたり、すごい大きめのサイズで座り心地も抜群です。この椅子の一番のポイントは座りやすさなんですけど、まるでハンモックで浮いてるかのような座り心地してます。ここお尻のところがプカプカしてて吊られてる感じです。腰をサポートするやつがついてて調節可能です。収納がこの背もたれの部分にもついてます。横から見るとこんな感じです。椅子の色合いとヒルのブランケットの色合いがすごい似ててすごい合ってますよね。気に入ってます。ここにあるテーブルなんですけど、キャプテンスタックのテーブルで、裏面はこんな感じで外せれるのでハイテーブルにもローテーブルにもなります。ローテーブルの時は地べたに座るとちょうどいい高さです。しかも持ち運びも簡単で、私が持っても持てるぐらいの重量感です。ということで車内に移動したいと思います。車内をフラットにして車中泊できるようにしたいと思います。よいしょ、いた。マット作ります。
かお天気なのでお昼寝したいと思います。でお昼寝に使うのはこのヒルのブランケット、ちょっと肌寒さがあるので風邪ひかないようにこれを着て寝ます。いただいたんですけど、マスクにマスクどうでした？何も見えないかわかんないけど、着け心地はいい感じ。めっちゃ濡れそう、気持ちいい。ということで、この後は車内で少しゆっくりして出発したいと思います。続きもお楽しみに。バイバーイ。今回アンズが使用していたヒルのスリープブランケットの詳細は概要欄に貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。アンズの野望、いざ宇宙人。Hey kid, I'll make you look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me, think you're wounded. But it's your chance to be ruthless. グッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。 Twitter、TikTok、Instagram もやっているので、各種フォローお願いします。歌えた。